皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。今回はオールクリア土管、そして無料土管を引いていきたいと思います。まずは VS 巨大骨クッパを走ってからオールクリア土管を引いていきましょう。1位を目指せ。巨大骨クッパ対普通のクッパ。うわー、これなんかさ、やだな、後ろに絶対またなんかしらやってきそうな、ちょっと待って、体当たりはダメ、絶対来ると思った、体当たり怖い。前に甲羅投げてくんでしょ、危なすぎる。本当に私のお尻はね、甲羅で守るしかないんだけど、あのでっかい甲羅投げてきたら終わるよさすがにあれ投げられたら転んじゃうもん。とりあえずお尻は持っておきたいから、これはなくさないようにしておかないとね。うわ怖い、来たっていたじゃん、危ない危ない、ちょうどいい、遠いざま見ろそんな至近距離に来るからだよ。あ、待って、違う違う、こっちこっち、危ないって。本当に落ちないかヒヤヒヤしてんのにさ、こっちはさ、待って、いい感じ、危ない危ない、いい角度で投げてくんじゃん、本当に反射角度まで計算してるとは。もう一回当てたい、もう一回当てたい、やめて、もう一回転ばされる前に転ばしたいから。どこにいるね、いなくない、ちょっと待って、私は下道を行くよ。とりあえずこっちで持ってって、赤コーラ来ないかな。え、何、赤コーラ出ないようになってる。え、待って、それにしてももう終わりじゃん、やった、終わり終わり、ラッキー。よし、なんか久々にさ、これ勝てた気がするんだけど、どうだっけな、結構負けてた気がするからな。よし、これは1位でゴールじゃない、クリアということで、オールクリア土管引いていきましょう。次からのさ、そのアップデート入った時でさ、あれあるのかな、オールクリア土管とかはちゃんと引き継がれるんだよね。やったー、スージュージュー、イエーイ待って待って言葉出てこなかったデイジーかっこスイマーちゃん、嬉しい。私ね、この子を引こうと思ったんだけど、出てこなくって早々に諦めたんだよね。やった、ありがとうございます。よし、次は無料土管を引いていきましょう。いや、コロナになってからというものさ、ちょっとやっとね、体にやっとっていうのもおかしいんだけど、異変が出てきて、パックンパラボイルとかね、私毎日お腹空かなくて、でスルメとかね、父の作った松前漬けとかね、そういうのを食べて生きてきてるんですけど、匂いがあまりわからなくなってきちゃってもうなんか嗅覚障害みたいな、いや、ほんのりね、ほんのり遠くで香りがする程度なんだよ。だからしっかり味を感じられてる、ゴーって言ったら感じられてなくて、びっくりしちゃった。もうゴールド土管出てこないだろうっていう前提で話してたからさ、すごいびっくり。え、しかもまた初めまして、キングシルバー。なんかテンション上がっちゃうこれよりもね、ちょっとこっちもね、ちょっと引いていこうと思うんだけど、そう、あのさ、次のアップデート、これも多分残るんじゃないかなって思うので、まあ、これのね、メダル全部集めるととんでもない数になるんだけど、まあ、ある程度貯めてね、あの引いていったりだとか、今回みたいにオールクリア土管を引いていったりだとかっていう風にしていきたいなと思っております。やっぱり土管なくなるの一番辛いなっても思うんだけど、それはね、まあ、任天堂さんが決めたならもうそれはしょうがないのかなっていうところで、マシンポイントアンロックノーマル、あと何回引けるかな、これちょっともう出過ぎちゃったからさ、ゴールドがさすがにもう出てこないんじゃないかなって思うんだけど、のこのこダッシュ、あとこれともう1回、合計2回くらいは引けそうかな、どうだろう、私計算できないからさあ、やだ、コイン3000枚、これ嬉しい。コインがね、今1万枚もないんだよね。だからさ、もうちょっと早めにたくさん走ってって思ったけど、たくさん走るほどさ、還元率ね、良くないからさやった、またコイン、困ってるのがわかる。ということで、明日更新が入るんですが、今のところ私は2位でございます。1位の方とね、結構こうやって幅が広がっちゃっているので、まあ、下の方が追い上げてきて、まあ、最終的に4位か5位くらいで
まあ、ゴールっていうか水曜日のね、更新を迎えるんではないかなとはちょっと思っております。まあ、とりあえず現状維持。私はもうこのまんま何も触らない状態にしようと思っております。皆さんもオールクリアドカン、そしてメダルドカン、何かいいのが出てきてくれましたでしょうか？よろしければコメントお待ちしております。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。